はい、どうも、武田クリーニングです。こちらはですね、スーツの画像なんですけども、かなり全体が黄ばんでおります。たんだと思うんですが、収納中にですね、たくさんのシミが出てきたり、全体的なのが黄ばんできたりというふうなことで、ちょっと今の状態では着られないというふうなご判断からお依頼をいただきました。素材がですね、はい、53%、麻 47%、裏地がポリエステル、取扱い法ということで、お洗濯液表示書いてあるのがドライクリーニングになっておりまして、手洗いが、水洗いが×になっております。ただ、これぐらい全体が黄ばんで、しまいますと、どうしてもそのウェットクリーニングが必要になってきます。特にお客様が気になっているのが、ジャケットなんですけども、たくさんシミがあってですね、全体が黄ばんでいるんですけども、こういったところに、はい、こういったところにですね、目立つシミがあって、でここを取ってくださいというふうに言われたんですが、もうここも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 というように、色の段差がすごくたくさんございます。はい、ここもですね、これ袖です、肘のところですね。あとね、袖は全体的にやっぱり黄ばみがひどいですね。袖とか襟とかお腹とかね、そういう汚れやすいところに目立つシミがある状態でございます。かなり、年代物のジャケットスーツだと思うんですけども、ズボンはね、同じような色目なんですけども、部分的にここといったようなシミがあるわけではないんですが、全体的にやっぱり黄ばんでいると思います。ジャケットと一緒にですね、綺麗にしたいと思います。はい、スーツ仕上がりました。まずこちらパンツの方ですね、朝とプールの混紡素材だったんですけども、あとこちらね、シミ抜きをたくさんしたジャケットです。どうでしょう、もう明らかに良くなった、綺麗になったのがパッと見わかりますね。水洗いを させていただいたんですが、当然のことながら、シワになって、型崩れするんですよ。でそれをですね、分かった上で元に戻せるというふうなことを前提にシミを取らせていただきました。ラペルをね、こうやってめくった時に、もうこの色と中のお色がですね、もう違っているぐらい全体が黄ばんでくすんでいたんですけども、もうバッチリ綺麗になりました。お客様が気になっていたここら、この辺のシミもね、こんな風にいい感じに綺麗になっておりますし、袖にもたくさんあったんですよ、シミ。それもですね、全部綺麗になっております。全体処理しましたのでね。そして全体処理で落ちきれなかったシミが、肘のところにあったんですけども、こちらはですね、金属が酸化したサビでございました。サビの反応だなという風な感じのシミ抜きで一発で綺麗になっております。パンツも今回、ジャケットと同時処理で、ウェットクリーニングさせていただいたので、このパンツとジャケットでお色が変わってしまう、色の段差ができてしまうなんていうようなこともなくね、非常にいい感じに仕上がっております。大変古いお洋服だと思うんですが、お客様がまた来たいというふうな思いさえあればですね、なんとか綺麗にさせていただこうと思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。動画の概要欄に当店ホームページのリンクを貼ってございますので、
そちらからお気軽にお問い合わせください。お問い合わせの際にはですね、写真を見せていただくとより分かりやすい時が多いです。なので、写真をパッとスマホで撮ってね、その場で送れるというふうなことで言えば、LINE が非常に便利です。LINE でのお問い合わせが一番当店では多いので、ぜひ、LINE でお問い合わせしてみてください。ご利用ありがとうございます。